西武701系電車は、1963年から1967年にかけて申請された、西武鉄道の通勤系電車である。本校では、1968年に申請された、701系の増備形式と位置付けられる801系電車、並びに701系の制御車区派1701系の一部を、 改造して1981年に登場した新501軽電車についても記述する。なお、新501軽電車の改造をもって、西部独特の形式不満方法である x、x 0 1系という形式名は一旦終了し、以後の製造車両については2018年登場の0 0 1系まで4桁、または5桁の形式名に統一されていた。本校における、 編成単位の記述に際しては、各編成の配能を、西部新宿より電動車の車両番号をもって、編成故障とするとともに、車番末尾が、奇数の車両は、奇数車、偶数の車両は、偶数車と記述する。七百一 k は、西部鉄道発のカルバン駆動車として九百六十三年五月から、同年九月にかけて申請された六百一軽電車に続いて、 同年12月より申請が開始された。外観は吊り掛け駆動車の551系電車と、同一の車体を採用した601系に対して、701系においては、車体埋め込み型の大型行き先表示器を採用し、左右腰部に2灯設置された全小灯の周囲に、ステンレス製の化粧板を配するなど、目新しさを打ち出したデザインが採用された。 一方で主要機器の使用は 601K を踏襲し、制御者の台車については 601K 同様に、日本国有鉄道払い下げ品の承継釣り合い、両式台車の改造品である TR11A を採用、制動装置は発電制度を持たない、自動空気ブレーキ使用、低圧電源は直流 100V 使用と、経済性並びに従来車との並結を考慮した結果、 7 0 1系の申請当時において、他の鉄道事業者が申請した、いわゆる、高性能車格形式と比較すると、主要機器の使用は若干見劣りするものであった。7 0 1系は1967年7月までに4両編成48本の、計192両が申請され、翌1968年1月より8 0 1系の申請に移行した。 車体外観、主要機器の使用とも概ね 701K を踏襲したが、車体側面の雨どいが髪型に移設されて、張り上げ屋根風の見つけとなったことに加え、制御車の台車が空気バネ台車に変更され、また、低圧電源が申請当初より交流仕様に改良された点が異なる。801K は、同年1月と3月の2度にわたって増備され、4両。 編成5本の計20両が申請された。なお、7 0 1系8 0 1系は全車とも、西武所沢車両工場において製造された。7 0 1系については1969年以降、制御車の台車を空気バネ台車に換装するとともに、一部編成を対象に、低圧電源の交流化が実施された後、7 0 1系 801系とも1975年から1982年にかけて冷房装置を新設する改造が施行され、同時に空気制動の電磁直通ブレーキ化を実施し、体質改善が図られたが、電気ブレーキは装備されなかった。冷房化改造途上においては701系の一部編成について6両編成化が実施されたが、編成組み会に伴って、 自編成の中間電動車を多編成教室し、余剰となった制御尺派1701系6両について、101系電車と同一の主要機器を用いて、電動車化改造を試行の上で2両編成3本に再編し、新501系と別系列に区分した。また、元来701系、801系の 増結用車両として申請された吊り掛け駆動車411、軽電車についても冷房化改造のほかカルダン駆動化改造が施行されて401、軽電車と改装、7 0 1系8 0 1系並びに、増結用車両の4 0 1系新5 0 1系の各系列、通称、701系列は主に、新宿線系統における主力車両として、 1997年まで運用された。構え体は 601K に準じた全、金属製構造で、台車中心間隔は 13,600mm と 601K と同一であるが70、701K 80、801K においては大枠を枕両中心により、外方に前後、角 2.5mm ずつ延長し、 先頭車、中間車とも車体長 19,505mm とされた。一方で、連結面間隔については、前後、各 2.5mm ずつ縮小したことから、全長は2万 mm で変化はない。全面形状は、非貫通構造の2枚窓構成で、501、軽電車より採用された、湘南型デザインを踏襲しているが70、701。 系においては従来全小灯設置箇所であった、全面膜板中央部に行き先表示器を新設し、行き先表示器の左右には、後部標識灯及び通過標識灯を単一のケースに収めたものを設置。全小灯は白熱灯タイプのものを全面用部に左右一灯ずつ設置し、全小灯の周囲には、ステンレス製の飾り板を配するなど、大幅な設計変更が加えられた。 701K において確立されたこのデザインは 801K にも受け継がれたほか、1976年に申請された 901K 最終増備グループまで、計232両にわたって踏襲された。なお、全消灯については 701K749、編成より焦度を高めた、シールドビーム仕様に改良されたほか、落成当初より、 全面腰板部の後半を厚い高し全面強化が実施された。また、701K の一部編成については落成当初、行き先表示幕に種別を呼び、行き先を併記したタイプが採用されたが、後年多編成と同様に行き先のみを単独表示する幕へ交換が行われた。側面形状は従来車同様に3、扉構造ながら、 451系電車以降601系まで採用された側窓2枚を一組として、ユニット窓風の見つけとした構造を改め、各々の側窓が独立した構造に変更された。窓部の設計変更に伴って、各部寸法も変更され、側窓幅は 800mm で変化はないものの、扉間寸法は 5150mm。 車端部寸法は 2652.5mm とされた。客用扉は 1300mm 幅の両回避で5 5 1系において採用された扉窓を金属枠固定支持方式としたアルミ合金製のハニカム構造の扉を7 0 1系8 0 1系とも装備する。窓配置は先頭車が D1D4D4D2。 中間車が 2D4D4D2 である。側面乗務員扉空きの手すりについては、7 0 1系クハ1701から1748においては、従来車同様に露出形状とし、車体全幅は 2930mm であったが、区ハ1749以降においては、埋め込み形状に設計変更され、全幅も 2865mm に、 縮小された。また、雨戸位置については7 0 1系が従来車と同様に側面膜板部に設置したのに対し、8 0 1系においては自動洗車機導入に伴って清掃効率向上のため雨戸位置が髪型に移設され、張り上げ屋根風の見つけに変化した。車体塗装は7 0 1系 801系とも、従来車と同様にディープラズベリーとトニーベージュの2、色塗りの、いわゆる赤電灯層を採用したが、両系列においては前面に、ステンレス製の飾り板を設置した関係で、前面腰板部の塗り分け形状が、従来車とは異なる。車内照明は、蛍光灯式で、直流電源の701系は、 DC20W 仕様の蛍光灯を1両あたり22本、もしくは24本、交流電源の 801K は AC40W 仕様の蛍光灯を1両あたり14本、もしくは16本それぞれ装備する。車内送風機は扇風機を採用、先頭車に7台、中間車に8台それぞれ装備し、扇風機の直上には、 中間電動車のパンタグラフ搭載位置を除いて、グローブ型ベンチレーターを搭載する。前述のように、7 0 1系8 0 1系とも6 0 1系の使用を踏襲し、両系列における主要機器の際は、制御車の装着する台車など一部を除いて存在しない。中間電動車は2両を1ユニットとし、奇数車に、 電動発電機、電動空気や縮気などの補助機器を、偶数車に制御装置、抵抗機などの走行関連機器をそれぞれ分散して、搭載する。一方、新 501K については101系列と同一の主要機器を搭載したために、性能は 101K に近いものとなったため、701K、801K とは仕様が大きく異なるが、 この2形式及び101系との並結運転も可能であった。その他、奇数車偶数車の機器配置が701系、801系とは逆転し、奇数車に制御装置、抵抗機などの走行関連機器を、偶数車に電動発電機、電動空気圧縮機などの補助機器を搭載する、101系列以降における標準仕様を踏襲した。 また、以下の主要機器については特質なき限り、日立製作所製の製品である。701K、801K は、電動化無軸式の抵抗制御、自家並列組み合わせ制御 MMCHT-20A を採用、モハ 701K、モハ 801K の偶数車に搭載する。同制御装置は、電動車に両分、軽8機の主電動機を、 4機直列つなぎの2群として、自家並列制御を行う 1C8M 制御仕様である。制御段数は、軌道1段、直列10段、並列7段弱め回、次5段の立行制御のみで、前述の通り発電制動機能は持たない。新 501K は同じく、電動化無軸式制御装置ながら、101。 系列において採用された m、MM、m c h t b 2 e 制御装置よりそもそも即制動機能をカットした MMCHTB-20E3 を採用、クモハ501系機数車に搭載する。制御段数は、軌道1段、直列12段、並列13段弱め回、次5段の立行制御に加えて、発電制動機能を備える。701系。 801K は直流直巻電動機 HS-836FRB を採用し、電動車1両あたり4機搭載する。定格出力は 120kW、駆動方式はタワミタツギ手式中空軸平行、カルダン、歯車比は5.60である。新 501K は101系列と同一の、 直流直巻電動機 HS-836NRB、もしくは、東洋電気製造製の TDK-8010A を採用し、電動車1両あたり4機搭載する。両車は製造メーカーこそ異なるものの性能特性は、同一であり、定格出力は 150kW、駆動方式はたわみ板継手式中空軸平行、カルダン。 歯車比は5.73である。電動車が装着する FS342 台車。電動車の台車については、7 0 1系、801、系とも6 0 1系同様に、国鉄 DT21 台車と同等品である、住友金属工業製、ウィングバネ式金属バネ台車 FS342 を装着する。制御車の台車については、 701K は前述の通り、国鉄払い下げ品である、小型釣りや医療式台車改造の TR11A を装着した。701K への装着に際しては 601K、同様、単なる中古品流用ではなく、原型では、板材組み合わせによって構成された、軸箱盛り部を、強度の高い一体中高性部品に置き換え、軸受け部を、 コロ軸受け化するなど改修を施行した上で転用された。801K の制御車については枕羽根を空気羽根とした住友金属工業 FS067 を申請し装着した。同台車は 101K において採用された FS372FS072 台車に先行して申請された軸羽根式台車であるが、 将来的な旧型台車との交換による多形式への装着を考慮して枕羽根を車体直結構造とせず車体と枕羽根の間に枕張りを設けたインダイレクトマウント式とした点が特徴であった新 501K は101系列同様にダイレクトマウント式空気羽根台車の FS372 を装着する 701K は 601K と同一の A 動作弁による自動空気ブレーキに電磁吸排弁を付加して制動応答性の向上と在来車との互換性の両立を図ったアマエ電磁自動空気ブレーキを 801K はさらに中継弁を追加して制動力の増圧を図ったアマ RE 電磁自動空気ブレーキをそれぞれ採用した。両系列は旧型車との並結運用を行う。 都合上発電制度を持たず、常用制度非常制度とも、空気制度のみとされたが、セーリングを、従来の中鉄製から、合成樹脂製のものに改良し、所要の制度能力を確保した。新501系については101系列同様に、大荷重装置部、発電制度併用電磁直通ブレーキを採用した。当時の西部における、標準機種である、 更新成功所製の筆型パンタグラフ KP-62A を採用し、モハ 701K、モハ 801K 偶数車の池袋、本川越よ寄りに、各1機、クモハ 501K 奇数車に2機、それぞれ搭載した。電動発電機は、701K が直流出力仕様の、国鉄正式電動発電機メガヘルツ77。 DM43 を1両あたり2機、801K が、交流出力仕様の MG-534、MRB を1両あたり1機、モハ、oh、701K、モハ、oh、801K の奇数車に搭載する。新 501K については、竣工当初より、冷房装置を搭載したことから、大容量の HG-584、LR を1両あたり1機、 クモハ501系偶数車に搭載する。電動空気圧縮機は、701系、801系、新501系いずれもメガヘルツ1 6バイト A 系、3を採用、モハ701系、モハ801系の奇数車に1両あたり2機、クモハ501系偶数車に1両あたり1機それぞれ搭載する。 前述のように 701K の制御車クハ1701型は TR11A 台車を装着して落成したが、同台車は 701K の装着に際して回収が実施されたとはいえ、枕羽根を重ね板羽根とした釣り合い両式台車という、急兵の設計は、原型のままであり、電動車、モハ701型と比較して乗り心地が劣ったことから、 1969年以降、当時最新のダイレクトマウント式空気バネ台車である FS072 への交換が順次実施された。また、翌1970年以降、落成当初全面強化対策が未施行であった区波1701から1748に対して、全面腰板部の厚い高による補強工事が施行された。さらに一部編成については、 電動発電機を 801K と同一の MG-534MRB に換装し、低圧電源の交流化が実施されたが、こちらは、全編成には普及せず、後術冷房化改造まで低圧電源が直流仕様のままであった編成も存在した。その他、747編成は 101K 新製に、 先立つ1968年9月から翌1969年2月までの期間同系列に採用された車体と色の試験塗装が実施され、レモンイエローとウォームグレーの二色塗装に変更された。同編成においては101系とは異なり客用、扉部分も車体と同色に塗り分けられたため、若干印象が異なる外観を呈した。 801K については冷房化改造以前における、主だった改造は実施されず、ほぼ原型を保ったまま運用されたが、1973年以降、軽量構造が災いして走行中の振動が、著しかった、アルミハニカム構造の客用扉について、101K、同様の扉窓固定指示を、H ゴム方式としたステンレス無塗装扉に順次、交換された。 1969年より申請が開始された西部発の本格的高性能車である1 0 1系は池袋線系統へ集中的に投入され、1972年には試作冷房車編成も登場した。一方で新宿線系統については、非冷房、吊り掛け駆動の従来車が多くを占め、 池袋線系統と比較して、質的に見劣りするようになったことから、7 0 1系8 0 1系の両系列について冷房化改造並びに、制動装置の電磁直通ブレーキ化を荷重装置新設を施行し、車両性能並びに、サービス品質の向上を図ることとなり、1975年10月に、 竣工した7 0 1系7 3 1編成を皮切りに順次改造が施行された。搭載された冷房装置は1 0 1系量産冷房車グループにおいて採用された集中式の三菱電機 CU-72B で車内天井部に風道を新設し、補助送風機は従来の扇風機に代わってラインレリアが新設された。 また冷房装置搭載に伴って、電力使用量が増加することからモ、モハ7 0 1系モハ801の偶数車に搭載するパンタグラフを、従来の1機から2機に増設し、電動発電機も大容量の MG-117、AS1 機に換装され、床下偽装スペースの都合から、 従来モハ、モハ 701K、モハ 801K の奇数車に搭載された、電動空気圧縮機はクハ 1701K、クハ 1801K の偶数車へ移設された。その他、運転台パネルが 101K 類似の形状に変更されたほか、客用扉を 101K 並びに 801K と、同様の扉窓固定指示を、 H ゴム方式としたステンレス無塗装扉に交換し、全消灯が白熱灯仕様で落成した車両については、シールドビーム化が施行され、また制動装置の電磁直通ブレーキ化に伴って、電磁自動空気ブレーキ仕様の従来車を及び未改造編成との並結が不可能となったことから、先頭部の電気連結機カバーを黄色に塗装し、従来車と区分した。 翌1976年4月に竣工した701編成は、冷房化改造に際して6 0 1系の中間電動車も、ハ601型も、ハ601.602を編入し、6両固定編成として出場した。これは冷房化、電磁直通ブレーキ加ゴの7 0 1系が、制動方式の異なる従来車は元より1 0 1系とも、 制御回路の相違から、並結運転が不可能であったことから、当時の基本編成であった6両編成を7 0 1系単独で蘇生するために実施されたものである。編入された、もは601.60には、もは7 0 1系もは701から1.701から2と、ハイフンで区切った、新たな車番が付与され、編成内の池袋、本川越寄りに組み込まれた。 同二両については、元来7 0 1系に属する車両と同一内容の改造が施行されたが、側面窓配置は原型のままであったことから、側窓2枚を一組として、ユニット窓風の見つけとした外観が特徴であった。また、六両編成化に伴って、補助機器の構成が一部変更となり、キス電動車に搭載する電動発電機が、 MG-114AS1 機に変更された。他、電動空気圧縮機を区波1701系。奇数車にも1両あたり2機搭載した。701編成に次いで703.705。編成についても601系の中間電動車も、波601型も、波603から606を編入して6両編成化が実施された。また、 1976年8月に竣工した703編成より、車体塗装が、レモンイエロー1色塗りに改められ、ディープラズベリーとトニーベージュの2色塗りのまま竣工した、編成についても順次塗装変更が実施された。1978年1月より801系の冷房化改造も開始され、801.803編成が、同年3月までに竣工した。 改造内容は 701K の4両編成に施行されたものに準じているが、電動空気圧縮機が AK3 から HB-2000CB に換装されたほか、すでに交換が実施されていた客用扉についてはそのままとされた。電動空気圧縮機の HB-2000CB への換装については、同時期に落成した 701K にも踏襲された。 1980年4月に竣工した757編成より、車内座席袖仕切りが2000系電車と同形状の2棚一体形状タイプに改良され、客用扉の窓固定指示方式が H ゴム式から新101系同様の金属枠式に改められた。また、 703編成以来中断されていた6両編成化も1981年3月春行の707編成が6 0 1系6 0 7編成の中間連動車も、は607.608を編入して6両編成化されたことを皮切りに、同年6月までに709から713、編成が6 0 1系6 0 9から613、編成の中間連動車も、 は609から614を1ユニット2両ずつ、編入し6両編成として、順次竣工した。さらに7 0 1系の夏日3編成についても、編成を解除し、同編成から捻出した、中間電動車、もは791から796を785から789、編成に1ユニット2両ずつ組み込み、6両編成を、 三編製増備した。この結果余剰となった、区波1791から1796については、落成から経年が浅く車体の状態も良好であったことから、冷房化改造及び101系列と同等の主要機器を搭載の上で701系、801系の増結用車両として転用されることとなり、 新5 0 1系クモハ501から506と解消、改版された。1982年4月に竣工した723編成より、電動発電機が、電力入力側、出力側ともに、従来の直流電動機に代わり3、総動機電動機を用いて整粒子を配した、ブラシレス MG である HG-77445 から 0HR に改良され、 同年12月に竣工した747編成をもって 701K 全編成の冷房化、電磁直通ブレーキ化改造が完了した。801K の冷房化、電磁直通ブレーキ化改造は1978年3月に、竣工した803編成以来中断されていたが、701K の改造が完了したことを受けて1983年1月より、 改造が再開された。電動発電機のブラッシレス MG か、車内座席袖仕切り形状の変更などといった、改良点は7 0 1系の最終年度改造車の、使用に準じているが、客用扉の交換は801.803、編成と同様に実施されていない。同年3月に竣工した809編成を、最後に8 0 1系全編成の改造が完了し、 7 0 1系8 0 1系とも冷房装置搭載、電磁直通ブレーキ仕様で統一された。鉄道の非イベントに伴う、7 0 1系の奥武蔵号臨時運転7 0 1系8 0 1系との当初は、池袋線、新宿線両系統に配属されたが、1980年代以降、順次、新宿線系統へ集約され、同系統における、 主力車両として運用された。1981年以降、新101系の一部が制御回路を改造し、701系、801系グループとの並結対応工事を施行の上で、新宿線へ配属されたことに伴い、 101系列との並結運用が開始されたほか、旧型車の淘汰進捗に伴って701系のうち745.747757.761781編成に対して、玉川船体を編成として、制動装置に、公衆輸送対策改造を施行し、玉川船に残存した旧型車の代替に充当された。 1980年代後半に至り、7 0 1系の初期落成者については、申請から25年を経過資格部の老朽化が進行したことに加え、7 0 1系8 0 1系とも、走行性能上ダイヤ改正に伴う、運転速度向上への対応が困難になりつつあったことから、新2000系電車導入に伴う代替が計画され、 7 0 1系7 2 5編成が1988年3月31日付で廃車となったことを皮切りに到達が開始された。その後は7 0 1系8 0 1系とも、新2000系並びに6000系、9000系導入と大体に順次廃車が進行した。玉川線からは、ワンマン運転の開始に伴い1995年10月末で、 営業運転から離脱。1997年2月22日に開催された、さよならイベントに 701K781 編成が重当されたことを最後に、すべての運用を離脱。同月24日付で最後まで残存した 701K781 編成及び 801K809 編成が除籍された。 また同日付で 401K411.417 編成も除籍となり、いわゆる701系列は全敗となった。新 501K は 101K よりの性能であり、701K、801K グループと性能特性が大きく異なることから、701K、801K との並結運用に際しては、加減速時の前後衝動が生じるなど、 乗り心地面で問題を抱えていた。一方で性能がほぼ類似していた101系との連結では特に問題はなかったことと、さらに101系列と同一の主要機器について、転用計画が策定されたことに伴って1990年1月13日付で、三編成とも一斉に除籍され、落成から10年に満たない短期間で形式消滅した。西部における、 除籍後の7 0 1系、8 0 1系は、経年の浅い FS072 台車、電動発電機、HB-2000CB 電動空気や縮機など一部の部品を、新2 0 0 0系の申請に際して供出したことから、地方施設に譲渡されることなく解体処分された、編成が、比較的多数を占める。その中においても、一部の車両が上新電鉄、 総武流山電鉄、伊豆箱根鉄道、三義鉄道の各社へ譲渡された。譲渡に際しては、原型の4両編成もしくは6両編成のままではなく、いずれも制御車の前頭部を中間電動車のつまめに接合する形で2両編成もしくは3両編成に短縮され、制御車の台車については前述の通り f s 0 7に台車が、 西部側において再利用されたことから大半の車両が解体処分された他編成の中間電動車より発生した FS342 台車に乾燥された上で譲渡された。また8 0 1系独自の台車である FS067 台車については同台車を装着する区波1 8 0 1系のうち唯一譲渡対象となった。 クハ1810が上都に際して FS072 に換装されたため全数とも廃棄されて現存しない。その他、一部の解体発生品については前述の通り、新2000系の申請に際して転用されたほか、伊豆箱根鉄道、北陸鉄道、西日本鉄道などへ売却された。1994年7月に801系801、編成が、 1996年12月に701系755編成がそれぞれ譲渡され、同社150型として竣工した。いずれも譲渡に際しては、西部所沢車両工場において、中間電動車のつま面に制御車の前頭部を、接合する形で2両編成化が施行された。上新電鉄における車番は西部在籍当時とは、奇数。 偶数の関係が反転し、前者は、雲派154.153として、後者は、雲派156.155として導入された。なお、150系の第1編成は401系407編成を譲り受けしたものであり、同形式でありながら種車は異なっていた。2019年9月までに全車両が、営業運転を終了した。 1994年8月に8 0 1系8 0 3編成が、西部所沢車両工場において、中間電動車も波803.804の、つまめに制御尺波1803.1804の、前頭部を接合する形で二両編成化を施行した、上で上渡され、同車2000系、雲派2 0 1 2 0 0 2として導入された。 同編成は紺色をベースに、流れ山の頭文字、N をかたどった、白色体を排した塗装に変更され、青空の編成相性が付与されるとともに、全面腰タブへ、相性を表示板が新設された。翌1995年12月には7 0 1 k 7 4 5編成が、中間電動車。 モハ745のつま面に制御尺波1745の前頭部を接合する形でこちらは3両編成化を施行した上で譲渡され、2000系、雲ハ2003モハ,200ハ2101区ハ21として導入された。同編成の車体塗装は、雲ハ2 1 2 0 0 2を基本に、ベース色を茶色に改め、明星の編成相性が付与された。 制御尺派十一の台車は、西部在籍当時同様に f s 零七二を装着する。さらに九百九十七年三月には701、k 五十七編成が、同年十一月には八百一 k 八百九編成がそれぞれ譲渡された。七百五十七編成については前述雲派二千一点二零零二同様の改造により二両編成化の上で、 クモハ2005.2006となり、黄色地に、黄緑色の帯を配した塗装に変更され、菜の花の編成相性が付与された。809編成については前述クモハ2003モハ2101、クハ21同様の改造により3両編成化の上で、クモハ2004モハ2100にクハ22となり、水色地に、白色体を配した塗装に変更され、 龍馬の編成相性が付与された。また区波22については前述の通り譲渡に際して、台車を FS072 に換装した。計4編成重量が導入された、同社2000系であるが、同じく西部から譲渡された5000系電車の導入に、伴って2001編成、青空2003編成、明星2004編成、龍馬の3編成が廃車となり、 最後まで残った2005編成、菜の花についても2013年4月28日、限りで運用を終了した。1989年8月から翌1990年5月に、かけて、7 0 1系7 3 5 7 7 7 8 3編成の、計3編成12両が譲渡された。 伊豆箱根鉄道へ譲渡された、同三編成については他社への譲渡車両とは異なり、原型の四両編成のまま譲渡され、同社大場工場において、奇数電動車の主要機器を奇数制御車へ移設する、形で三両編成化を試行の上、同社1 1 0 0系として導入された。なお、制御車の台車については、大場工場到着後に他編成の、 解体発生品である FS342 台車を、付随台車へ改造した FS342T 台車へ換装され、FS072 台車は、西部側へ変換された。2009年1月以降、同じく西部から譲渡された新101系を種車とする1300系の導入に伴って、 順次廃車が進行し、最後まで残存した第一編成についても2012年6月13日を、もって、運用から離脱した。1989年、1992年、1995年、1997年の4時に、渡って70 77 9. 77 9. 77、701K779.771789.781 編成の、K4 編成が譲渡された。 西部在籍当時4両編成であった771.779781編成についてはいずれも中間電動車のつまめんに制御車の前頭部を接合する形で6両編成であった789編成については本川越よりの3両を上とすることとしモハ701から89のつまめに98789の前頭部を接合する形で それぞれ3両編成化が施行された。初期に竣工した779.771 77編成については導入に際して制御車の台車を FS342 へ換装したが、789編成については逆に電動車を含めた前車の台車を FS372FS072 で統一し、前車は 801K801 回803回に、 後者は851系851階に、それぞれ区分された。さらに最後に導入された781編成については西部在籍当時のまま台車の換装を実施せず導入されたことから、FS07 に台車を装着する制御車は851系、区1 8 5 1系。 FS342 台車を装着する電動車は 801K、クモハ 801K、モハ801型と同一編成内に2形式が混在している。851回は2013年に脱線事故でクハ1851を失い、代わりに部品確保用として購入していた元新 101K のクハ1238を整備。 区波1881として連結したため、編成の前後で顔が異なっている。805回は2018年3月に、カラーリングが、西部時代の黄色に復元され、803回も2019年4月に、西部時代の赤電塗装層に復元された。701K739 編成及び区ハ1741.1742、e、の6両と、 8 0 1系もは807.808の2両、計8両が譲渡された。これらは、鉄道車両として譲渡されたのではなく部品、ドリ目的で売却されたものであり、7 0 1系6両については、大見鉄道へ到着後車体を解体し、側面外反、客用扉などの構えたい部品が、同社2 2 0系電車の申請に際して活用された。 また区波1739から1742が装着した FS072 台車は、車体解体後に、西部側へ変換された。801系2両については同じく西部より、譲渡された401系を種車とする700系、赤号及び800系、820系電車の補修部品確保に用いられた。 上新電鉄150系155編成流鉄2000系、明城伊豆箱根鉄道1100系三義鉄道801系、西部801系電車に関するカテゴリー、三義鉄道801系電車に関するカテゴリー、三義鉄道,道851系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。